の18号です。はい、甲子園球場来ました。はい、いい天気、いい天気でございます。はい、今日からいよいよクライマックスシリーズ。まずはファーストステージ、巨人とや、おい巨人。おい巨人、借金して CS 来たチームに絶対負けへんからな。負けるわけにはいかん。負けるわけにはいかん。G が嫌いだ。G が嫌いだ。はい、ということで今日は高橋遥人投手、大丈夫やな。大丈夫やな。治ってるやんな。はい、ということで、相手は菅野投手ですけども、大丈夫でしょ、いけるでしょ。はい、それではね、甲子園球場行ってきます。勝つで勝ちまっせ。久しぶりの甲子園でございます。もういっぱい入っております。今日はね、ちょっと席がいつもと違うんですけども、行きます。はい、ついに今日はね、近本選手がスタメン復帰ってことで、暴れてもらいましょう。ファーストステージ第1戦、戦う準備を見せるか、甲子園球場。今日の勝利でスタートダッシュを決めて、ファイナルステージ、そして頂点に向けて、さあ、共に行こう。ピッチャー高橋オッケー、オッケー、めっちゃハルト、ハルト、いいね。点取ったってよ、点取ったってよ、頼むって。オッケー、オッケー、ナッシャーコーン踏んでる、これナッシャーコーン踏んでる、これアウトコース、結局先に行ったのかって思っちゃうよ。おーい、やばかった。レンちゃんがこれアウトコース、先生で許してもらった。オッケー。あったった。あといった。あと一本で終わった。まるで。おっしゃ。あーた。外された。完全に外されたよ。うわー。3-0っすな。やばいぞこれ。一瞬で終わったやんけ、これ。あら、うせやー、わー、あー、ういら、うらまた打たれた。これは痛すぎる。4-0。はい、ということで、阪神負けました、巨人ファンの皆さん、楽しんでもらえてるでしょうか、楽しんでもらえてるでしょうか。阪神負けましたよ。打てる気せえ、わずか5安打完封負けということで、菅野投手全く打てる気せんかった、菅野投手7回無失点ということで、打てる気せんかったね。もう4回までかな、もう外野すらね、ボールが飛ばなかったっていうね。ダメだ、高橋遥人投手、6回3失点のピッチングか、まあ、そんなにね、まあ、調子は、ね、悪くなかったと思うんですけどもね、まあ、立ち上がりはね、ちょっとボールが先行してちょっとね、あれと思ったんですけども、そんなにね、
調子は悪くなかったと思うんですけども、6回3失点、まあ、言うても無失点の抑えても、まあ、阪神も0点なんで打てないので、まあ、勝てなかったということで、まあ、阪神5回にようやくねマルテ選手が、チーム初ヒットを打ったんですけども、ヒットエンドランエンドランのサインがねちょっとバレてしまいまして、まあ、キャッチャー小林選手にね、まあ、読まれまして、見事外されてね、二塁で刺されるっていうね、もうあれで完全に巨人に流れがいったな。まあ切り替えよう、明日に切り替えよう。まあしゃあないしゃあない、うん、はい、それではね帰りますわ。あかんな、負けたな負けたな。皆さん、テルアキ君ですね。今日テル出たけども三振やったな。調子悪いんかな、やっぱり。いや悪いことない、打ってくれる。明日打つか。ツーベースヒット。ツーベースヒット。ツーベースヒット打ってくれる。よっしゃ、期待してますよ。ディラック君が応援してますんで、明日佐藤テル打ってください。うん、どうや今日は。最悪です。最悪だよ。ほんまに。全然打てんかった。菅野投手全然打てんかった。まあ、菅野復活されました。大山よかったね。大山選手で、ね、今日初球ね最後出てきて。大山ヒット打って。まあ、明日が明日がしましょう。明日。明日取れるか勝ちましょう。明日。明日明日勝って。このまま終わられへんからね。阪神絶対日本一。日本一。なんでや。なんでや。最後はあの。チャンス回ってきたんですけど、ね、満塁まで行ったんやけど、満塁までいい当たりやってんけどな。惜しかった。惜しかったね。正面やったな、ほんまに。ハルトで負けたか、痛いな。もう諦めてんもんな。まだまだ諦めてんからな。まだこれ猛虎魂。おーし、猛虎魂急に表現したよ。急に表現したでよ。諦めてんからな、はい、明日勝ちますね。明日勝ちましょう。勝つぜ。阪神ファン絶対諦めてへんから勝ちましょう、はい、一言で今日の試合どうですか。残念です。残念です。そうだね、残念です。あの言葉の一言しかない。最後の最後で盛り上がったのはいいんやけども、なんかねやっぱりそうなってくると今までのあれがハーンってなるから。そうですね、まあ、結局0点ですわ。本当に残念です。大山選手どうなんですかね。ちょっと最後ヒット打ってくれたけどね。なんでスタッフで出せへんのかなっていうのが。確かにね、まだ背中がちょっとね、痛いか分かんないですけどね。スタメンで出てね、もうバチコーンって我慢してほしいです。本当にね、大山選手、サトテルのね活躍がないと勝ち上がれないのでね、頼みます。ほんまに明日も応援我慢して切り替えて、はい、切り替えていきましょう。ほんま明日は、明日は頼みます。日本シリーズのチケット申し込んだんでお願いしますよ、お願いしますよ。明日も甲子園来て応援頑張りますんで、選手の皆さん最後までね諦めずに戦ってください。はい、それではそれでは帰ります。はい、皆さんさよなら。あれ、明日、明日お会いしましょう。明日は勝利の動画でお会いしましょう。はい、はい、ただいまと新居でございます。西宮市の新居でございます。はい、汚な、まだ何も片付いておりません。何も片付いておりません。片付け頑張ります。阪神のカーテン、どうですか？可愛いでしょ？可愛いでしょ？そしてね、玄関、玄関ののれんもかっこいいないですか？六甲おろしっすよ、六甲おろし。これどうですか？これね。阪神ファンの家って感じですわ。はい。ってことで明日は、明日は勝ちましょう。明日勝たな。終わってまうんや。終わってまうんや。はい、頑張りましょう。ちょっとね、部屋片付けますわ。はい、ありがとうございました。